ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒に今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、早速ですねニュース見ていきたいんですが今日は結構 DeFi 中心のニュースになるかなと思っていますでまあその理由なんですけれども、えー、結構ですねやっぱりもう DeFi への まあ、資金の流入もそうですし、まあ、あとは投資っていうところが非常に盛んになってきていて、毎日ですね、まあ、ここには紹介できていないニュースもある中で、DeFi 関連のものがまあ非常に多い。で、プラス、ビットコインだけではなくて、まあ、あとは今後リップルとかも含めてそうなんですけれども、まあ、今まで DeFi の機能がなかったというか、まあ、参入をしていなかったところへ、どん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 ビジネス入っていこうかみたいな動きがあったりとか、まあ、あとはやっぱりですね、DeFi への資金が 個人投資家からだけではなくて、機関投資家からっていうのが非常に興味強くなってきていて、それが2022年、さらに強くなるんじゃないかっていうのが今、まあトレンドとして、まあ来ると、まあ来ているというふうに言われています。で、まさにそれがですね、こちらのニュースになっているんですけれども、チェインリンクというですね、まあプラットフォームというか、かあのクリプトの、まあ、あの非常に、なんていうんですか、担当者というか、あの、まあ創設者なんですけれども、その方が2022年、 DeFi を通じて世界が変わるんじゃないかということを少しコメントをしていました。で、これは具体的にはどういうことかっていうと結構今世界でいろんな金融商品とかがあるかと思うんですけれどもそういったものが DeFi を通じて今後提供されていくんじゃないかもしくは DeFi ではなくてもそのブロックチェーン上のスマートコントラクトですねそういったものを組み入れて今後は提供されていくことで 先日も同じようなちょっとニュースがあったかと思うんですけれども、よりですね、そのいろんなコスト削減につながっていったりとか、あとミスとかっていうのが、ですね、まあ、人為的ミスというのがやっぱり人が介在すると発生するので、そういったところを回避するというところも含めて、より有効に使われていくんじゃないかというふうに言われています。例えば銀行を通じて え、ビットコインを買うっていうところもそうですし、まあ、あとは金融会社、まあ、あとはその保険ですかね、保険とかも DeFi をかませるとか、まあ、そういったところがどん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 今検討されていると。で、結構こういったのは、え、そんなの本当に検討されてんのっていう感じに思うかもしれませんが、今ですね、え、例えばビットコインカンファレンスとか、まあ、その、イーサレムカンファレンスとか、ソラーナカンファレンスとか、今世界中でいろんなカンファレンスが行われていて、まあ、今週末、まあ、まさに今日ですね、あの、リップルの スウェルというカンファレンスが行われていると思うんですけれどもそういったところでもこのビットコインを活用したまあすいません仮想通貨このブロックチェーンのテクノロジーを活用した今後の金融商品をどのように作っていって提供していくかっていう議論がですね必ずと言っていいほど行われているんですよね。でこれに対して非常に興味を持っているのが ももう誰でななく機関投資家になっていますでこれはなぜかっていうとやっぱり今の金融システムで限界を感じているっていうのはまさに今この金融システムの中でいろいろとビジネスを行っているまあ彼ら自身というところが一つあるかなと思いますし銀行としてもやはり今のビジネスモデルはまもう限界に来ているというか、まあ、今ブロックチェーンのテクノロジーが出てきた中で、まあ、これを生かさない理由はないよねっていうところにもうまさに来ているんじゃないかと思います。 で、世界中の、まあ、今、銀行の中で、まあ、特にウォールストリートの関係の,関係の銀行っていうのは、まあ、今のところはですね、まだビットコインだったり、イーサレムの先物の,の提供っていうところに留まっているんですが、まあ、そういったところからより幅広く金融機関がこういったところに取り組んでいくんじゃないかと思いますので、まあ、このあたりは具体的に今後どういう話かっていうのは、より詳細に出てくると思いますので、また見ていきたいと思います。はい、次のニュースなんですけれども、 こちらですね DeFi のトレーディングボリュームが2021年です、ね、約550%ぐらい上昇していますよということが、まあ、あのこちらにも記事になっていました。やはりこれは人々が、まあ、今そのいろんなプラットフォーム仮想通貨を取引するプラットフォームがあると思うんですけれどもその中でもやっぱり DeFi への資金の流入というのがかなり進んでますねと。 バイナンスだったりとかっていうところへの資金の流入ももちろん大きく続いているわけなんですけれどもその一方で結構ですね中央集権的なプラットフォームが数が減ってきているとでこれはただ単純になかなかシェアが取れないのでまあその取引所を運営していてもまあお金が儲かりませんというところでバンバン潰れているっていうのがまあ背景にあるんですが、まあ、よりまあ集中化していっている、まあ、よりそのたくさんあったものがまあ大手のところに より集中して集まりやすくなっているっていうのが今の現状かと思うのでまあその選択肢が我々として非常に多くあるというのがまあ一ついい一方でやっぱりあのリクイリティっていうのが我々としては重要で、まあ、リクイリティっていうのはどういうことかっていうと取引したいよっていうふうになった時にそこに売り買いできるような土壌があるかっていうことなんですが、まあ、やっぱりそうなってくるとまあ大手のところ僕は基本的には バイナンス、バイビットをメインに使っているんですけれども、やっぱりそういう大手のところに行くと思うんですよね。で、大手のところでないと、えー、まあ値段も結構やっぱりスプレッドだったりとか、手数料も高くないと、彼らは生き残っていけないと。普段従業員の方の給料も払えないとかっていうので、結構やっぱり比較的手数料が高くなりやすくなっていったりもするので、まあそうすると必然的に、あ手数料高いからやめようみたいな感じで、やっぱり大手のところにまあ資金が集まってきやすくなっている。まあそういうのがまさに今起こっていて、 で、その一方で、いろんな DeFi のプラットフォームが、より利便性を高めたまあ商品だったり、プラットフォームというのを提供することによって、どん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 、資金が集まっている。で、かつ大手のユニスワップだったりとか、いろいろとありますけれども、えー、まあそういったところに、なんですか、DeFi の、DeFi もまあ同じような現象が起こって、どん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 資金がそういったところに流入していくというようなまあ状況かと思います。 でまあ、必ずしもこれって DeFi がいいのかどうかっていうとまあ,あのそういうわけでもないと思うんですねまあそれは人によっていろいろと好き嫌いとかっていうのが、まあ、あったりかと思うんですがやはり今やはり注目されているのは、まあ、DeFi だよっていうところはかと思いますで今後もおそらく DeFi についても、まあ、中央集権的ないわゆる c f i とかっていうふうに言われてますけれども よよううな状況と同じようにたくさんうわーってできた後に、まに、あ、一極集中化していくような動きっていうのは、まあ、一つ見えるかなと思いますが、えー、2021年で550%でおそらく、まあ、さっきにもありましたけれども2022年についてはもっともっとより多くの金融機関が参入でかつ今後は金融機関が、まあ、既存のですよ金融機関が まあ、デックスと呼ばれているような、まあ、そのいわゆる DeFi ができるようなプラットフォームを提供し始めるみたいなことが今後起こってくるんではないかなと思っています。でまあこれはなぜかっていうとまあ必然的にそうなるんじゃないかなと、まあ、それ以外に何かあるのかっていうのはちょっと正直わからないぐらいではあるんですけれどもやっぱりまあそういったプラットフォームへの資金の供給というか投資だったりとかも含めて行っていくことによって、まあ、よりですね信頼,信頼性の高い頼性の高い d f i というか信頼性の高いプラットフォームを、まあ、例えば銀行が提供することによってよりまあ今の既存の金融システムを使っている人々からの資金の流入というところも今後増えてくるかと思います。で、そうなってくると、まあ、あのやっぱりビットコインイーサリアムというところを中心としたメインところへの資金の流入はまあかなり加速すると思いますし、まあ、それに準ずるようなソランナだったりとか、まあ、あの次はどこになるかわかりませんが、まあ、そこから下のところへのトークン のの買いの意欲というところも非常に高まってくるので本当にもう2021年いい年だったかと思うんですが2022年はもっともっと盛り上がる年になってくると思いますし今年とは品にならないとは言わないまでも大きな金額が仮想通貨市場に入ってくると思いますのでこの辺り本当に期待して準備していきたいと思います。はい 次行きたいと思うんですが次はですね、リップルが、まあ、現在はですね、リップル財団というか、まあ、リップルは XRP を売却して、それが利益というか、まあ、売り上げになっているわけなんですけれども、まあ、彼らのプラットフォームを通じて、今後、ビットコインだったりとか、まあ、イーサリアムですよね、そういったものを売っていこうというところをやっているそうです。でまあ、それの背景ととししてては今後リップルとしても ディファイを提供ししたいっていとううのが思いとしてあるそうでやっぱりあの、まあ、これが儲かるかどうかとかっていうところもある一方でやっぱりもう DeFi がないとなかなかビジネスができない自分たちの取引所ないと、えー、ビジネスがやりづらいっていうのも一つやっぱり大きくあるんじゃないかなと思っています。でやっぱり彼らとしては今リップルしか使ってないでこれをもっともっと、えー、ビットコイン イーサレムライトコインだとかまあそういったところへのメジャーな通貨に、えー、もっと提供してくださいっていう声が非常にやっぱりあるとでその中でも d フ f i をやっぱやってほしいみたいなものが、まあ、あるそうなんですけれどもやっぱりこの辺りがもうセットになって一つのビジネスモデルになってきているような感じがあるのかなと思っていますでやっぱりその DeFi が、まあ、ないとじゃないんですけどやっぱり 何個も何個もウォレット管理したりとかプラットフォームを分散させるって非常に面倒ですよね。で、僕も今使ってるのが4つぐらい、まあ、あの、正確に言うと、まあ、ほぼに、ほぼもうバイナンスとバイビットで、えー、最近も結構バイビットに偏ってきてるんですけど、あの、まあ、何個も何個も使うっていうのは非常に使いづらいというところもやっぱあると思うので、まあ、このあたりフォーカス的に いろいろと管理できるようにしてほしいというところが、えー、まあカスタマーからの一つの要望かと思うんですけれどもそういったことをするためには、まあ、今このような動きがやっぱり必要になってきているというのが、まあ、一つちょっと皆さんにお伝えをしたかったポイントかなと思いますはい、えー、次なんですけれどもディスコードですね僕もちょっとあのツイッターのプロフィールの方にディスコードのグループ今作ってますけれどもディスコードがですね今後メタマスクをウォレットとして 組み入れていくようなことととをまあ示唆ししてていいいたたたみなたなここが記事となっていましたでこれはまだ具体的な話は出てきてはいないんですけれども、まあ、今後やはりこのプラットフォーム上で資金のやり取りをする中で一、まあ、つ何かしらのウォレットっていうのを組み入れて仮想通貨上で仮想通貨上でっていうかそのブロックチェーンのテクノロジーを使った資金の支払いとかっていうのができるように 今後もしてていいいこうというふうとになっているそうで,すでディスコードは今後、まあ、上場を狙っているわけなんですけれどもそういったところを狙っていく上でこのブロ,ックチェーンブロックチェーンのテクノロジーを組み入れているかいかないい,いないかとか、まあ、今後そういったところの方針が結構バリエーションにも大きく関わってくるので、まあ、この辺りはしっかりとやってくるんじゃないかなと、えー、個人的には思っております。でやっぱりあのこの ディスコードに関しては結構そのメンバーシップの資金のやり取りだったりとかまたゲームを通じてのディスコード内での資金のやり取りとかっていうのも結構ある中で今まではフィアットまあ仮想通貨じゃなくてドルとかまあそういった法定通貨でやっていると思うんですけれども今後はこういったメタマスクとかっていうところを組み入れていくことによって仮想通貨でも支払いができるようであればまあよりスピーディーな資金のやり取りだったりとかあとは まあ細かい本当にまあ一円にも満たないところの資金のやり取りとかっていうのもえまあできたりとかっていうのもまあ便利便性っていうところを含めてやっぱあるのでまあこの辺りはあの非常に楽しみかなと思いますしやっぱりこういった SNS にどん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 メタマスクだったりとかっていうところのボレットが組み入れられることによって我々としても非常にえ仮想通貨は身近なものになってくるかと思いますのでこれ非常にやっぱり仮想通貨が浸透していく中での一つ大きなえまあ役割を担ってくれるかなと思うので 今後も注目をしていきたい一つニュースのポイントかなと思っております。はい。で、次なんですが、え、オーストリアですね。オーストラリアではなくて、ヨーロッパの方のオーストラリアが、仮想通貨の、まあ、その売買した時の、え、まあ、出た利益に対しての税金をですね、株とかと同じように設定していきましょうという動きが今あるそうです。で、これは非常にいいなと思ったのが、仮想通貨のトークン同士を 変更して、まああの、取引をした場合は、税金かかりませんと。なので、まあ、現金化したときにかかりますよというようなことだったりとか、あとは、これドイツもそうなんですが、1年以内で出た利益に対しては課税しますよ。ただし、1年を超えて保有しているものに関しては、課税なしですよみたいなルールがあったりとかっていうのがドイツではあるんですね。で、同じようなのを取り入れたりしようとしていたりとか、まあ、今後、オーストリアでは、非常に、まあ、そういった 税制面のあの非常にいい環境が今後整っていくというニュースがまあ出ておりました。やっぱりこのあたりを見てもヨーロッパというのは非常にクリプトに寛容なんですよね。やっぱりもうすでに彼らとしては自国の通貨というよりもユーロを管理しているマクニではあるかと思うんですけれども、やはりそんなんかそのプラプラットフォームじゃなくて,なんていうんですか何ていうんですかねその。 自分たちの通貨を守りたいというよりもその経済圏を守りたいという意識の方があるので、まあ、そこをより円滑にしていくためにどのようなことができるのかというのを結構考えてきたりとかあとはそのクリプトが出てくることがものすごい悪いみたいな論調というのは、まあ、金融業界ではあるんですけど、まあ、一般の声とかからはあんまり聞こえてこないですよね。でより税制面とかっていうのは、まあ、世界と比べてもかなり優遇されているというかいい。 環境があるので開発もやっぱりどん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 ヨーロッパの方でも進んでいるという背景もあってま今後はヨーロッパを中心としたま経済圏っていうのも一つ大きなもので見過ごせないというか見逃せないようなところかなと思っています今やっぱり大きいのはヨーロッパが一番で次はアメリカでその後まアジアのまいろんなま地域がありますけれどもまあおそらく シンガポールとかが中心になっていくんじゃないかなと思うんですけれどもまあ今の金融とそんなに変わんないんですがまあより税制とかっていうのが整っているのはヨーロッパなのかなと思っていますまあそういったところがおそらく今後、まあ、アメリカもま導入していってというか同じような感じになっていってそのうち日本も同じような状況になっていくんじゃないかなと思うのでまあこの辺りは非常に我々としてもまあありがたい動きの流れなんではないかなと思いますので、まあ、引き続き。 え注目しはい。ってことで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、あ ?DeFi2022 年というところで、まあ、タイトルもおそらくそんな感じになると思うんですが、えー、まあ結構これは常々皆さんにもお伝えしている通りかと思いますしもう間違いなく基幹投資家2022年入ってくると思います。はい。あのまあ、だから何だっていうわけじゃないんですが僕は今年は本当に仮想通貨を結構 あの資産の中でも大きくポジションを取って来年に備えたいと思っていてまあそれがあの大きく暴落をしたらですねもうひたすら塩漬けにするというようなことしか考えてないんですがやっぱ来年はまあいい年になるんじゃないかなと結果的には思っていますのであの投資をしましょうというのではなくて僕はそういうふうに思っておりますもしあの意見とかあればぜひですねコメント欄に記載していただけると嬉しいですということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら